今月末の支配下登録期限へ向け最後のアピールに励む育成選手たち。その中でファンストはこの投手に注目しました。育成2年目沖縄出身の前田潤です。覚えてください。なんとも笑顔が可愛い前田潤投手。ここまで2軍戦12試合に登板し7勝1敗、防御率はなんとリーグトップの 1.46。 さらに5月のファーム月間 MVP、 フレッシュオールスターにも選ばれるなど今注目の大型左腕なんです。緩急使ってバッターに気持ちよく振らせなく打ち取るっていうのをやっぱ考えてやってるって感じですね。バッターの反応だったりを見て、今もしインコース投げたら詰まるんじゃないかなとかを考えてやってます。2軍で勝負できてるのはそこなのじゃないかなって思いましたね。クレバーな投球術に加え、安定したコントロールも大きな魅力。さらに4種類の変化球を巧みに投げ分ける前田に、最も自信のある球種を尋ねてみると、ストレート含めてだったらやっぱストレートですね。まっすぐって今球速ってどれくらいでしたっけ？は43がマックスですね。速球派の多いパリーグの中で最速143キロはどちらかといえば遅い部類。しかし首脳陣からもこんな証言が。見た感じは分かりづらいと思うんですけど、僕自身感じたのはキャッチボールさせてもらった時に意外にもこうなんか一押しというか、はい、強さがあるので、それにびっくりしましたね、はい、ちょっと重いというか、はい、こう一個ズンってくる、意外にくるなと思って、はい、球速だけでは測れないストレートの威力の正体とは。ホークスでデータ分析を手掛ける専門家に話を聞いてみると、その一つが、ホップ成分、ボールがバックスピンでホップしていく量っていうのが、他の選手に比べて、高いというのは、明らかに出ています。ホップ成分とは、投げた瞬間からホームベースに届くまでに自然に落下する距離よりどれだけ落ちないかを示す指標のこと。綺麗なバックスピンがかかった球ほどよりホップしますが、バッターの予想よりボールが上に来るこの感覚こそボールの伸びの正体と言われています。さあ前田の数値は、 NPB の平均が45センチぐらいですに対して前田潤投手は53センチ、高い時は60センチぐらい出ています。もうトップクラスで打っていいと思います。平均53センチはチームでは和田に次ぐトップクラスの数字。この魔球ともいえるストレートが前田の快進撃を支えているんです。球速の割にホップ量が多いというのは他のピッチャーとは異質な球質になるので、球速に対して打てそうだけど打てないっていうのが彼の武器だと思います。自分の中では指のかかり具合がしっくりきて投げれてるので、伸びるのか分かんないんですけど空振りを取れるんで、それが大事なのかなとは、それはもう去年から思ってますね。支配下登録期限まで残りおよそ2週間、球界トップクラスの魔球とクレバーなピッチングで新たな育成の星を目指します。どこまで自分ができるのかっていうのがすごい、その挑戦してみたいですね。いやもうこっちも見てみたいですよね、はい、通用すると思いますけどね、はい、試合下にはやっぱもちろんなりたいんですけど、安定した投球で勝ちを積んでって、いずれはエースになりたいですね。